ガラムマサラガラムマサラは主にインド料理で使われているミックススパイスである。辛いスパイスと訳されることがあるが、辛みよりも香りをつけることを目的に使われる。ヒンディーのには、熱い、熱いという意味はあるが、辛いという意味はない。熱い香辛料と呼ばれる由来は、作る過程で熱を加えるためである。また、イシーリーチは、ガラムは、触れて温かいというニュアンス。 インドではそれぞれの家庭で独自の配合で作られていることから日本でいうところのお袋の味といったイメージがあると述べている。日本ではガラムマサラはギャバンの登録商標である。そのため商品名やブランド名として他社が使うことはできないがガラムマサラは一般的な名詞のため中身を示す言葉としては使うことはできる。ガラムマサラの材料基本のスパイスは シナモンクローブナツメグの3つである。他に、カルダモン、胡椒、クミン、ベーリーフなどを加えたり、ナツメグをメースに変えることがある。厳密なレシピはなく、同じ人が作る場合でも常に配合が同じとは、限らない。スパイスをトネや樹皮などの原型のままフライパンなどで空入りし、砕いて粉にすれば完成する。香りが命であるため、出来立てを使うのが最良だが、 瓶などで密閉しておけば1ヶ月程度は使用できる。ホールガラムマサラといい、スパイスを砕かずに保存する方法もあり、使用する直前に粉にして使う。いずれにせよ早めに使い切るべきものである。香りと辛みがなくならないように、煮込み料理なら火を止める直前に加え、必要なら蓋をしてしばらく蒸らす。ありがとうございます。